ジャニュアリー・クリステン・ジョーンズは、アメリカ合衆国の女優。テレビドラマ、マットメンのベティドレーパー役で知られる。サウスダコタ州、スーホールズ出身。名前は、ジャクリーン・スーザンの小説、幾度か、美しくも絵の主人公ジャニュアリーにちなむ。地元のルーズベルト高等学校を卒業している。サメを守る、環境保護団体に参加した経験を持つ。 NY 式ハッピーセラピー、ラブ・アクチュアリー、ダンシング・ハバナ、メルキア・デス・エストラーダのサンドの埋葬などの映画で脇役を務めた。また、アメリカンパイシリーズの第3作目にあたるアメリカンパイさん、ウェディング大作戦で演じた軽ンス役で注目を集めた。さらに2007年放送開始のテレビドラマ、マットメンで、 ニューヨーク郊外に住む若い主婦ベティドレーパー役を演じ、一躍脚光を浴びた。この役により、2009年にゴールデングローブ賞ドラマ部門女優賞にノミネートされている。2008年、ローオーダーにゲスト出演し、翌2009年にイギリスの映画パイレー・ツロックに出演した。ジョーンズは2011年に男性誌、マクシムが行ったアンケート。 最もホットな女性100人において12位になっている。また2009年5月には、イギリスの雑誌、ザ・ホット・イシューの表紙を飾った。1998年から2001年まで俳優、アシュトン・カッチャーと、2003年から2006年まで、歌手のジョシュ・グローバンとそれぞれ交際していた。2011年に生まれた息子ザンダーがいるが、父親の素性に関しては一切公表していない。 2011ホット100アーカイブの2011年5月5日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。